パート77始めていきましょう。今回は二の丸東側エリアを再現していきます。早速建築していきましょう。まずは五条前蔵から建てていきます。骨組みからですね。高さは前回作成した蔵と同じ6マスの高さで作っていきます。松本城にある蔵の中で最も大きい蔵が二の丸西側にあるこの2棟の五条前蔵です。江戸幕府は穀物の備蓄を命じていたため、兵糧米を各藩で貯蔵しなければなりませんでした。松本城の五条前蔵は8000俵を貯蔵できるほどの大きさだったため、8000俵蔵とも呼ばれています。壁を作っていきましょう。壁も前回の蔵同様、白漆喰の壁を作っていきます。大きさは前回作った蔵よりも大きいものですが、外装はほぼ同じ形で作っていきたいと思います。内装を作っていきましょう。今回作る五条前蔵には俵を敷き詰める予定なので、仕分け装置や回収装置は作りません。というわけで、内壁の土台となる柱を置いていきたいと思います。土間を作ります。米俵を置く場所には陶皮で床を作っていきます。内壁を作っていきましょう。内壁も他の蔵と同様、白漆喰で作ります。天井を作っていきましょう。前回作った蔵よりも幅が広いので、今回はハーフブロックを使って天井を作っていきます。たるきを作っていきます。五条前蔵の入り口がある面は偶数幅なので、向かい合わせで作っていきたいと思います。たるきが出来上がったので、屋根を作っていきたいと思います。すべてハーフブロックで瓦葺きの屋根を作っていきます。蔵の入り口部分を作っていきます。たるきの下にハーフブロックを置いて、ひさしを作っていきましょう。8000俵蔵が一つできましたね。というわけで、同じ形の8000俵蔵をもう一棟隣に作っていきたいと思います。大きさも形もすべて同じものを作ります。五条前蔵の大きさは記録に残されていて、15軒 ×3 軒の大きさだったとされています。15軒はメートル法でいうと約27メートル。相当大きな蔵がこの場所にあったのが想像できますよね。ちなみにこの大きな蔵を建てたのは松平直政です。月見櫓を建てた城主ですね。幕府からの命とはいえ、食糧難に備えるこんな大きな蔵を建てていたことからも、平和な世の中が訪れていたことがわかりますよね。
大きな蔵が2棟建ちました。というわけで、この蔵エリアに入る手前の部分、ここにあった建物を建てていきましょう。まずはこちら側、接近から作っていきます。高さは4マスですね。隣の屋根に重ならない、この高さで骨組みを作っていきたいと思います。骨組みが出来上がりました。というわけで、壁を白漆喰で作っていきましょう。外壁ができたので、接近の内部も作っていきます。一番底の部分には砂利を置いておきましょう。床も作っておきます。屋根を作っていきましょう。接近側の屋根は板吹きの切り妻屋根を作ります。天井を作ります。接近が完成しました。このすぐ隣にあった板書も作っていきましょう。2軒 ×2 軒の小さい板書を作っていきたいと思います。接近と板書が出来上がりましたね。ということで、この蔵エリアの手前、ここに柵壁を作っていきます。まずは柱を立てていきましょう。この高さで横につなげていきます。柵を置く場所は砂利に変えておきます。柵を置いていきましょう。これで柵壁ができましたね。砂利の周りを丸石に変えていきます。扉をつけていきます。屋根をつけて完成ですね。建物と建物の間にも柵壁を作っていきます。ここの柵壁は屋根がない形で作っていきたいと思います。こんな感じですかね。五条前蔵の裏手も作っていきましょう。まずは草を剥いでいきます。舗装した場所の周りを丸石に変えていきます。端まで来たので3マス開けて折り返していきます。折り返して掘った場所にも丸石を置いて水路を作っていきます。段差をつけて水路と内堀をつなげていきます。
中の水路も丸石でちゃんと囲んでおきたいと思います。内堀につながる地下水路に水を貯めていきます。地下水路に水が溜まったので埋めていきましょう。地下水路につながる排水溝の上の部分は少し土が盛られていたようですね。というわけでここの部分は装飾も兼ねて埋めていきたいと思います。こちら側も装飾していきましょう。適当に丸石のハーフブロックを置いて形を作っていきます。排水溝の部分を先に完成させてしまいましょう。水路の一部に水を入れていきます。これで水路から内堀に水が流れるようになりましたね。排水溝の完成です。次は南側の五条前から裏手にある池を作っていきます。池の縁取りに合わせて島を先に作っていきたいと思います。島の位置を確定してから松を育てて池を作っていきます。松が育ちましたね。というわけで池になる部分を掘っていきましょう。島の形に合わせて丸石を置いていきます。階段ブロックとハーフブロックを合わせながら不自然にならないように置いていきたいと思います。島ができましたね。水路に水を入れていきましょう。水路に水が入りました。橋を作っていきます。橋の手前部分は安山街に変えておきましょう。水路には石橋をかけていきます。両サイドを階段にすることで少し厚みのある橋を表現していきたいと思います。池にある島に渡る橋は板橋を作ります。あまり反りのない平坦な板橋を作っていきたいと思います。これで一つ完成ですね。中央の橋も作っていきましょう。
横にかける橋は少しだけ高さをつけたいので、支える下側の橋は階段で表現していきます。これでハーフ分だけ高さを上げたいと思います。道の部分を舗装して橋と少し段差を作ります。周りの装飾も合わせてしていきましょう。庭園が出来上がりました。というわけで、五条前倉北側の裏手にあった円章蔵を作っていきたいと思います。まずは土台に合わせて内側部分から作っていきます。磨かれた安山岩を使って床と壁から作っていきたいと思います。今回参考にしたのは現存する円章蔵、大阪城のものを参考にしました。大阪城の円章蔵は内側の壁、床、天井、すべて花崗岩で作られているのですが、少し黒っぽい色をした花崗岩なので、今回は磨かれた安山岩で再現していきたいと思います。ちなみに現存している円章蔵は大阪城にあるものだけです。16メートル弱の大きさがあるのですが、松本城の図面に残されている円章蔵は 2軒×2軒の大きさなので、図面に合わせた大きさで今回は作っていきます。壁が出来上がりました。張り石を作っていきます。張り石は普通の安山岩で作ります。円章蔵は全てが石造りです。梁もすべて石材で作っていきます。天井を作っていきます。天井は磨かれた安山岩を使います。天井を支える棟石を安山岩で作っていきます。内側部分が完成しましたね。張り石の位置を少し変えました。というわけで外壁を作っていきましょう。外壁は石レンガで作っていきます。内側部分をぐるっと囲むように外壁を作っていきたいと思います。外壁が完成しました。少し装飾をしていきましょう。この空いている部分にはむき出しの安山岩を置いていきます。合わせて天井も作っておきましょう。床には磨かれた安山岩を置いておきます。あとは扉ですね。鉄や新しく実装される銅の扉を置きたいとも思ったのですが、窓が開いているのが嫌なので、今回は陶器の扉を使います。右側に寄せて二重の扉にしていきます。屋根を作っていきましょう。まずは白漆喰を一列挟んでいきます。漆喰の外側に深層岩レンガで黒みを帯びた屋根を作っていきます。黒い瓦屋根のイメージですね。
建屋が完成したので周りを作っていきましょう。入り口部分には石を置いておきます。建屋の周りは丸石で囲んでいきます。舗装をして円章蔵の完成です。パート77、いかがだったでしょうか。今回のタイトルは円章蔵を作るですかね。ここの円章蔵と蔵エリアの入り口にある接鎮や番所、ここですね。あとは松本城で最も大きい蔵、8000俵蔵を作ってみました。この奥にあるもみ蔵が完成すると松本城の蔵も全て完成となるのですが、クォーツが集まり次第着手する予定です。さて次回ですが、こちら側ですね。この待合所をはじめとして蔵エリアに入る手前には船着き場や茶室がありました。次回はそれらの建物を作っていきたいと思います。次回の建築で二の丸の建物も櫓や門を残して全て完成する予定です。ぜひ次回もご覧いただけたらと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。